皆さん、こんにちは。今回は元子役の渡辺好美さんについてより詳しくお話しさせていただきます。渡辺好美さんは2006年7月25日に大阪府で生まれました。現在17歳の彼女はわずか3歳の時に芸能界入りを果たしています。物心もつかないうちから芸能活動を始めた渡辺さんは、演技未経験ながら2011年公開の映画「8日目のセミ」で主演の井上真央さん演じるヒロインの幼少期を好演。その演技力が高く評価され、日本アカデミー賞新人俳優賞を史上最年少で受賞したのです。当時まだ5歳だった渡辺さんは一躍脚光を浴び、天才子役と呼ばれるようになりました。瞬く間に知名度が上がり、数々の作品に引っ張りだこに、 NHK の連続テレビ小説「まれ」や大河ドラマ「西郷どん」など話題作への出演が続きました。子役としての将来を期待されながらも、渡辺さんは2019年わずか12歳の時に芸能界を引退。表向きは中学受験のための学業専念という理由でしたが、本当の理由は別にあったのです。渡辺さん自身は当時を振り返り、これ以上活動を続けられないほど芸能界に疲弊していたと打ち明けています。一体彼女に何があったのでしょうか。渡辺さんは子役時代、演技で虐待を受ける役柄を多く演じていたそうです。役と現実の区別がつかなくなるほど感情移入してしまい、あたかも自分自身が虐待を受けているかのような錯覚に陥ることもあったといいます。そんな精神的な消耗に加えて、現場での大人たちの対応にも悩まされていました。プロデューサーやスタッフなど業界人から高圧的な態度で接せられることが多々あり、次第に大人に対する不信感が募っていったのです。渡辺さんは普段は優しく接してくれるのに、現場で忙しくなると態度が豹変する大人たちにショックを受けたと当時を振り返ります。子供だから話に入ってくるな、敬語を使えなど強い口調で叱責されたこともあり、大人への恐怖心が芽生えるようになったそうです。そもそも幼少期から我慢強く、言われたことは素直に聞くいい子だった渡辺さん。朝から晩まで休憩もろくにない過酷な撮影現場でも、眠い、お腹が空いたと言葉に出さず必死にこらえていました。自分のわがままで現場を止めてしまったら、そんな緊張感から言いたいことも言えずにひたすらこらえ続けた結果、余計にストレスが溜まっていったといいます。たかが子供だからと見下した態度を取る大人や、年端もいかない自分に対してセクハラまがいの発言をする大人もいて、胸くそ悪い思いをしながらも笑ってやり過ごす他なかった。そう語る渡辺さんからは、芸能界の大人たちへの嫌悪感が伝わってきます。事務所に所属していた子役時代は、周囲から可愛い、しっかりしているというイメージを求められ、それを守ることが生き残る術だと思っていたそう。自分を偽って演じ続けることで精神的に追い詰められていく一方だったのです。渡辺さんは当時こうした心の葛藤を周囲に打ち明けられずにいました。まだ自我が芽生えたばかりの年頃だったため、自分の感情と向き合い整理することができなかったのです。事務所から与えられた仕事をこなし、愛想よく振る舞うことが子役の務めだと思い込んでいた。そう語る渡辺さんの言葉からは、幼いながらに自身を追い込んでいた当時の心境が伝わってきます。そもそも小学生の彼女からすれば、思う存分遊んだり家族と過ごす時間を持てなかったことも大きなストレスになっていたことでしょう。関西から東京へ通う生活が続き、小学2年生の時には母と弟を連れて上京。仕事を理由に別居することになった父とは離婚することになりました。家族の犠牲の上に成り立っていた芸能活動、その重みに耐えきれなくなっていたのかもしれません。こうした葛藤を抱えたまま子役として活動を続けた渡辺さんですが、心身ともに限界を迎えたのは小学6年生の時でした。このままではパンクしてしまう、
そう直感したのだと言います。思い切って母に打ち明け、本当にごめんなさい、疲れてしまいましたと伝えたところ、母は驚きながらも娘の決意を尊重、事務所への報告など円満に引退できるよう動いてくれたそうです。こうして渡辺さんは芸能界を離れ、新たな一歩を踏み出すことになりました。芸能界を引退後、渡辺さんはマレーシアに留学、誰にも知られることのない環境で心を休めたかったのかもしれません。しかしコロナ禍によって帰国を余儀なくされ、地元の中学校に転校、それから現在に至るまでは部活動や生徒会活動などごく普通の学生生活を送っているそうです。一方で芸能界を離れた経験から自分を見つめ直す機会を得られたとも語っています。以前のように事務所の方針に従うだけではなく、自分の意思で何かに取り組める環境を得られたことに喜びを感じているようです。子役時代は演者としての意見を言うどころか、口を挟むことすらはばかられる空気の現場も多かった。自由に発言できる今の環境を心地よく感じているのだと言います。とはいえ渡辺さんも認めるように、業界の慣習が簡単に変わるわけではありません。子役は世間から可愛い、しっかりしているというイメージを求められやすいと指摘します。そのイメージを守ることが子役が生き残る術だと信じ込まされ、自分を偽り続けることが当たり前になってしまう。そう語る渡辺さんの言葉には重みがあります。幼いがゆえに自分の意思を主張できず、周囲の評価に怯え必死に背伸びをしてしまう子役たち、渡辺さん自身も自分を装わないと務まらないという息苦しさに耐えながら仕事をこなしていた一人だったのです。年齢を重ねるにつれ自我が芽生え、そのギャップに苦しんだ渡辺さん、業界人を喜ばせ可愛らしいイメージを守ることが正しいことだと思い込んでいたと振り返ります。周りの大人が歯止めをかけるわけでもなく、自分で抑止できるほど成熟してもいない、そんな中でどんどん精神的に追い詰められていったのでしょう。しかし今だからこそ当時を客観的に振り返ることができるのだと渡辺さんは語ります。幼い自分が置かれていた状況がいかに過酷なものだったか改めて自覚できるようになった今、心の奥底に封印していた感情と向き合う勇気が出てきたのかもしれません。子役という立場の弱さ、業界の理不尽さ、そこから生じる様々な問題について渡辺さんの体験は多くの示唆を与えてくれます。アカデミー賞を取るなど輝かしい実績を残しながらも、なお精神的な痛手を負った渡辺さん、一見華やかに見える子役の世界の影の部分を映し出しているようです。渡辺さんはこの経験を無駄ではなかったと言います。芸能界を離れたことでかえって自分を見つめ直す機会を得られたからです。子役時代に培った表現力を生かしながら自分らしい生き方を模索していく、そんな思いを新たにしているようです。実際現在の渡辺さんは高校生活と学業に専念する傍ら、自らの会社アルケミを設立、学生を対象にしたイベントやコミュニティ運営にも乗り出しています。情報過多な現代社会で同世代の若者が自分自身と向き合う時間を持てるようワークショップなどを開催しているのだとか。自分の夢や悩みを共有し共に成長し合える仲間づくりにも尽力しているそうです。渡辺さんがこうした活動を始めたのは高校受験に失敗したことがきっかけでした。ずっと目指していた高校に不合格になり、進路への迷いを感じていた時期に自己分析の大切さを痛感したのです。小さい頃から演技の仕事をしてきた渡辺さんは人に評価されることには慣れていました。しかしその反面、自分の言動が周囲にどう受け止められるかをつい考えすぎてしまう面もあったのだとか。だからこそ自分の内面と正直に向き合う時間を持つことの意義を感じ、それを同世代にも知ってほしいと考えるようになったのでしょう。渡辺さんは個性の出し方がわからないまま突然自己アピールを求められる
日本の教育の不自然さも指摘します。誰もが自分の気持ちに素直にありのままの自分で生きられる社会を目指し、若者の可能性を引き出す活動を続けていきたいと意気込みを見せてくれました。そんな渡辺さんが影響を受けたのが、ブラジルの作家パウロ・コエーリョの小説アルケミスト。自分の心に従って生きることの尊さを説いたこの物語は、渡辺さんの人生観にも大きな影響を与えたそうです。会社の名前アルケミはアルケミストから名付けられたのだとか。また作家の三島由紀夫の生き様にも感銘を受けているそうで、特に東大生との討論や三島事件での情熱的な演説は今でも動画で繰り返し見返しているのだそう。渡辺さんの言葉からは、先人の思想を胸に情熱を燃やす真摯な姿勢が感じられました。夢に向かって一歩一歩着実に歩む渡辺好美さん。芸能界という光と影が交錯する世界を生き抜いてきた彼女だからこそ伝えられるメッセージがあるのでしょう。同世代の若者のみならず、多くの人の心を揺さぶり勇気を与える存在となることを期待したいと思います。子役時代のトラウマを乗り越え新たな一歩を踏み出した渡辺好美さん。その真摯な姿勢とバイタリティに満ちた取り組みは多くの共感を呼ぶことでしょう。彼女の挑戦はまだ始まったばかり。無限の可能性を秘めたその歩みに心からエールを送りたいと思います。高校生活、学業、そして起こした会社での活動にも注目ですね。等身大の10代として同世代の支えとなる渡辺さんの姿を追い続けていきたいと思います。今日は渡辺好美さんの半生と現在の活動についてお伝えしました。芸能界の厳しさに翻弄されながらも夢を諦めず新たな挑戦に踏み出した渡辺さん。同世代のみならず全ての世代に勇気と希望を与えてくれる存在ではないでしょうか。理不尽な現実に負けずに自分の人生を切り開いていく渡辺好美さんの生き方からは、そんな力強いメッセージが感じられます。10代という多感な時期にすでに確固たる人生観を持ち、行動力で周囲を引っ張っていく姿は本当に頼もしい限りです。きっと彼女の視線の先には私たちが見たことのない景色が広がっているのでしょう。これからの彼女の活躍に大いに期待したいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。